こんにちは、動画ファンの成田です。今回は iPhone で撮った写真にキャプション、説明文をつける方法をご紹介いたします。iPhone で写真を撮影してどんどん写真が溜まってくると、特に容量の大きい iPhone お使いの場合ですと、目当ての写真がどこに行ってしまったのか探すのにちょっと苦労してしまうなんていうこともあるのではないでしょうか。実は iPhone の写真アプリには検索という機能があって、ここである程度キーワードなど入力をして写真を検索することもできるようになっております。で、この検索のキーワードというのはある程度 AI で管理されているものなんですけれども、そこまでまだ性能がいいとは言い切れないようです。そこで自分で撮影した写真には自分でキーワードとかコメントとなるような説明文を日記代わりに写真につけておくことで、後から検索でも探しやすくなりますし、写真の整理整頓にも役立つかと思います。そこで今回はこの iPhone で撮影した写真にキャプションをつける方法をご紹介してまいります。実はとっても簡単にキャプションつけることができます。どのようにやるかというと、では今回例としてこちらのフクロウのぬいぐるみの写真、この写真にキャプションをつけていきたいと思います。対象をタップしてこちらの画面を開いてください。こちらの画面開きましたら、画面を下から上にスライド、スワイプさせます。下から上です。そうすると写真のすぐ下、キャプションを追加というこのような項目が出てまいりますので、ここにこの写真の説明文を入力すればいいんですね。じゃあ例えばこのフクロウのぬいぐるみ、あのハリーポッターのヘドウィックという白いフクロウになるんですけれども、じゃあ例えばヘドウィックというふうに名前をつけて、そして完了をタップすれば、これで写真にキャプションをつけることができました。今回ちょっと名前だけでしたけれども、買った場所とか大きさとかいろいろ説明文として記入することができるようになっております。ちなみにこのキャプションなんですが、写真、静止画だけではなくて動画にもつけることができます。ではこちらの動画をちょっとやってみましょう。こちらは上野のボタン園で撮ってきた動画、ビデオですね、動画になるんですけれども、こちらの動画も同じく下から上にスワイプをして、そしてここキャプションを追加と出てくるので、じゃあ例えば上野のボタン園とかっていう風に名前をつけて、よろしければ日付なんかも入れておくとさらに分かりやすいかと思いますけれども、このようにキャプション説明文を入力して、よろしければ右上の完了をタップして、そして動画にもキャプションをつけることができました。では実際に検索をしてみましょう。この画面下の右端の検索ですね、こちらをタップして、じゃあ先ほど名前をつけたヘドウィックというふうに検索をすると、先ほど名前をつけたこちらのフクロウのぬいぐるみの写真、検索結果として表示させることができました。このようにとっても簡単に写真に説明文であるとかキーワード、コメントを入力しておくことができます。 iPhone をお使いの方はぜひ活用してみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立ったという方は高評価ボタン、またチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。もしこの動画にご質問のある方はお気軽にコメント欄へご質問くださいね。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしています。また music.jp にてオンラインサロンも開催中。オンラインサロンでは YouTube ではお話ししていないようなこともお話ししていますので、ぜひ参加お待ちしております。